こんにちは、たくろうです。今回久しぶりの公金講座動画となります。今回皆さんにお伝えしたいことは、ずらす、増やす、減らすのこの3つをお伝えしていきたいと思います。これを覚えるだけで、曲作りにいろんなバリエーションの音を作ることができるので、ぜひ覚えていってください。一つ意識してほしいことがあるんですけども、4回音を鳴らして、それで一つの音と認識してください。こういうことです。タン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 で一つの音です。ではまず最初にずらすということから教えていきたいと思います。一つの音の4つ目の部分に、返しを入れていきたいと思います。返しとは、後期の講座動画一つ目の一番最初の講座動画で教えた音になります。この1回で、外側と内側に弾く音のことです。やってみます。では続けてやっていこうと思います。今はこの4回目のみに返しを入れてたんですけども、これを後ろから1回目にかけて音を入れるポイントをずらしていきたいと思います。はい、こういうことです。返しを入れるポイントをずらすことで曲調を変えることができます。もう一度やってみます。はい、では次のステップ、この返しを入れるポイントを増やしてみたいと思います。次のステップは、返しを減らしたり、あえて入れなかったりしながら口琴を鳴らしてみたいと思います。今回の講座はこれで終わりです。皆さんも技を入れるポイントをずらしてみたり、増やしたり減らしたりしながら、自分の音を作ってみてください。今回は返ししか使ってないんですけども、過去の講座動画で教えた、いろんな音をまた足したり減らしたりしながらオリジナルのフレーズを作ってください。では最後にこの返しを入れながらいろいろ鳴らしてみたいと思います。はい、次回もお楽しみに。それではまた。バイバーイ。